はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。今日はですね、オーロラフィルムを使ってですね、ちょっと下巻いてしまいました。オーロラフィルムを使ってですね、ウルウルネイルっていうんですか、氷ネイルっていうんですかね、やっていきたいと思います。はい。で、結構氷ネイルとかこのウルウルネイルってあのミラーパウダー使ったりすると思うんですけど、今回はですね、ミラーパウダー使わずにこのオーロラフィルムだけのキラキラで、やっていきたいと思います。はい、これがまた可愛いんですよ、オーロラフィルム。こんな感じで、あ、見えてなかった。はい、オーロラフィルムね、こんな感じで1から4新しいのあります。超可愛い、色がね、とっても可愛いんですよ。はい。で、まあこれをねやっていくにあたり、まあ、このフィルム自体にですね、ちょっとこう色がついてるんですよね。なので、チップにもですね、色を塗っています。はい。で、まあ、今回じゃあちょっとオーロラフィルムね、このピンク色2番を使ってやっていきたいなと思います。で、この2番はですね、ピンクなので、はい、角度によってはね、こうやってグリーンに光ったりしますけども、ピンク、基本ピンクなので、ベースピンク塗っていきたいと思います。で、そのピンクがですね、クリアーなお色味ということで、ジェリーピンク、はい、これを塗りたいと思います。で、まあ、もちろん、今回ね、チップでやりますけれども、爪にするときは、まあ、もちろんベースを塗った後にですね、ジェリーピンクを塗ります。で、ジェリーピンクもそんなに濃く塗らなくていいです。ほんのり色づく程度。はい。こんな感じ。一度塗りですね。これで一度固めます。はい、ではピンクオーロラフィルムのこちら2番をですね、まあカットします。で、まずですね、この縦の長さ、爪の長さに合わせて、カットします。はい、カットしましたね。縦の長さとりあえず見てください。縦の長さと、で、横幅はね、あんまり広くしすぎると、なんていうの？埋め込みなくなっちゃう。埋め込めなくなっちゃう。そして、まあ、お爪の形によって、いろいろあると思うんですけど、チップってどうしても C カーブがきついんですよね。はい。C カーブがきついので、フィルムをそのカーブに合わせようと思うと、ちょっとシワシワになっちゃうんですよ。なので、なるべく、平らに貼り付けたい。ので、あんまりね、横幅広くしすぎちゃうと、もう爪よりも幅が出ちゃうとダメだし、爪と同じ幅ぐらいまでカットしちゃうと、埋め込むのに大変になりますので、この真ん中ですね、この真ん中、細長めに、まあ、このチップで言うとね、細長めに、乗せて、カットしていきたいと思います。で、この端っこもね、ちゃんとキラキラさせたいので、これはこれで細いフィルムを別で貼りたいと思います。なので、これちょっとサイズを合わせていきますね。チョキン、一旦サイズを見てみますね。これでもまだ太いので、チョキン、まあ、爪に合わせるとこんな感じかなっていう感じですね。はい。で、あんまり爪の縦の長さもギリギリすぎるとですね、良くないので、これぐらいで、これはね、あんまり角が、あると、これもまた埋め込みづらくなるので、ここをね、結構皆さん丸くカットするんですけど、丸くカットするのって難しいんですよ。丸くカット難しいので、とりあえず角を取っていきたいと思います。ちょっと見えにくいよね、これ透明だからね。角を取りますね、一旦。チョキン、チョキン、こんな感じ。ちょっと待って、チョキンって角を切りますね。そしたら今度、ここの角をこう切るわけです。ここの角、わかります？今カクカクってなってたところを斜めに切りました。で、斜めに切ったら今度こことここの角ができるので、こことここの角を切ると、もうあとはね、ちょっと丸っぽくなるんですよ。
なのでこういう感じで切っていただくと角張った感じが和らぐ。こういう感じで、で反対側もチョキーン、チョキーン、はい、でまたこの角を切っていただくと、こういう感じでね、ちょっと丸みが出ますので、はい、 OK です。これはこれで置いときますね。でさっきカットしたこれをサイドに貼ろうかなと思います。このサイドにね、でちょっと長いんで切ります。ね、このサイドね。でこれもさっきと同じように角なくします。丸く切る方が得意っていう人は全然丸く切ってください。私はちょっと丸くするのがね、しかもこのフィルムってやっぱり柔らかいんで、なかなかね丸くカットするのが難しい。こんな感じで、これ今度こっちからね、配ったところはなくしまして、静電気がねすごいんでねすごいハサミにくっついてくるんです。はい、こんな感じ。はい、でまあクリアジェル、まあ私はちょっと今からクリアジェルを使いますが、まあでもここはクリアジェルでいいかな。 あとはスカルプチュアジェルとかね、ハードジェルとかね、まあ、クリアがいいかな。クリアでですね、一旦全体に塗ります。はい、塗りました。そしてお外がうるさいはい、で、さっきのサイドの分ですね、これを横にペチャッと貼りますね。こちらもイアンサイドにペチャッと貼ります。でウッドスティックとかね、スパチュラとかでしっかり貼り付けてください。これ細いんで多分しっかりつくと思います。つきやすいかなと思います。はい、一旦こんな感じで固めます。はい、ではですね、この真ん中にこちらをカットしたやつをね貼り付けていきます。これはですね、このフィルム自体をですね、もうジャボンと入れちゃいます。片面だけ、全部につけないで片面だけつけますね。はい、そしたらね、たっぷりねフィルムにジェルがつきます。でこれをここにポキャンと貼り付けますね。そうするとですね、今こんな状態、ポコーンと浮いてますよね。なので真ん中だけ、真ん中のこの一本線だけは押し、あのくっつける、キュッと押し込んでくださいね、ピタッと。そうすると横からブニって出てきますね。こんなにジェルがたっぷりついてたジェルが出てきますので、それをですね軽く取ります。もしくは足りないところにちょっと持っていく。でも結構ねたっぷりつくんで、余分な分は取っちゃって、で爪ってこう C カーブありますよね。 C カーブで C カーブがあって、その上にフィルムがまっすぐ乗るっていうことは絶対横は浮くんですよ。なんですけど、そこが今ちょうど埋まってる状態です。後で埋めなくても現在もうすでに埋まっている状態なので、
はい、いい感じについてるという感じですね、はい、でなるべく厚みを出さない、まあ、このフィルムネイルで絶対コーティングするのに厚みが出てしまう、これは絶対的に厚みが出てしまうんですけれども、なるべくその中でもなるべく分厚くなりすぎないようにするためには、一番この C カーブこう丸いですよね、 C カーブね、 C カーブ一番丸い、この一番山の部分っていうの、この丸くなっている部分のこの真ん中っていうのはしっかり押さえ込んでおく、ここが浮いてると全体的に厚みが出てきてしまうので真ん中は押さえ込む、サイドは厚みが出てしょうがない、はい、なので真ん中はしっかり押さえ込んでいただいて、はい、でこんな感じで一旦固めます。はい、固めましたね。で上コーティングしていきます。まあこの時はですね、スカルプチュアジェルとかね、もうトップコーティングなので使ってもらったらいいかと思います。ちょっとスカルプチュアジェルはですね、私お客様に使いたいのでごめんなさいね、チップの場合クリアでやらせてもらいますが、結構しっかりめにまず一旦たっぷり取ってください。で全体的にコーティングしていきます。でコーティングするとですね、どうしてもですね、ここフィルムのここのね角っていうのが出てくると思うので、ここはねしっかりね、コーティングしたいと思います。なのでもう一度ねちょっと多めに取っていただいて、ちょっと一旦真ん中にツーッと乗せますね。で乗せたらそれをそのまんまこういう感じでサイドに持っていってください。これもこういう感じでこの筆先でね誘導してください、ジェルを。まだちょっと埋まってませんね。だけどあんまりサイドにぽってりさせすぎるとサイドが膨らんでしまって、シルエット、形っていうのがおかしくなっちゃうので、サイド乗せなくちゃいけないんだけれども膨らまないように気をつけてください。1回ではね多分乗せきれないので、一旦硬化させて、まだ角が出てるようであれば2度塗り目いきたいと思います。はい、で硬化しました。パッと見た時にですね、なんとなくここら辺にちょっとまだ角がありそうな気がしますよね。でちょっと触ってみてください、ウッドスティックとか爪楊枝とかで。そうするとねここにねカリッカリッってするんですよ、カリッと。これ出てますねなのでもう一回しっかりコーティングしますね。出てなければちょっとここら辺もカリカリするので出てるので、結局全体的にしなきゃいけないんですけど、ここはスルン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 ってしてるので、ここはしっかり埋まっている、ここもしっかり埋まってるんですよね。やっぱりサイドがちょっとまだ出てるので、こうやってカリカリするっていうことは、なのでもう一度、コーティングします。このフィルムのねここのアウトラインというかサイド、こことここですねっていうのをしっかりめにコーティングします。なのでフィルムネイルはちょっとね全体的にやっぱり厚みは出てしまいますが、なるべくね無駄な厚みが出ないようにフィルムっていうのは真ん中はちょっとしっかり押さえ込んでいただいて、はい、サイドっていうのをしっかり埋め込んでください。はい、こんな感じでまた硬化させます。はい、でまあ、これお客さんの厚めの場合は未硬化拭き取ってください。ちょっとチップの場合は私いつもこのワイプレストップで最後仕上げております。ちょっと
ワイプレスですね、ノンワイプのチップ、トップで最後拭き取らずに仕上げたいと思います。サンプルチップとかはね、結構ワイプレストップで最後を仕上げたりしてます。はい、ではこれでまた硬化させます。はい、完成しました。うるうるでございます。うるうるはい、でまあ元々のフィルムがピンク色なので、そのジェリーピンクですね、でうっすらお色味をつけることによってですね、フィルムが同化しますのでとても綺麗です。そして透明感のある、ツヤツヤ感になります。あのミラーネイルはミラーネイルでとても綺麗なんですけれども、透明感っていうのがちょっとミラーでね遮られてしまうので、ミラーを使わずにですね、このせっかくのフィルムのキラキラを生かしたフィルムネイル、うるうるネイルをやってみました。あれフィルムネイルちょっとどうしてもね厚みは多少出ます。はい、厚みは出ます。まあそれはあのミラー使おうが むしろミラーネイル使った方が、ミラーパウダー使った方がもっと厚み出ると思います。あのペリンって剥がれちゃうのでね、トップコーティングが。はい、なのでまあフィルムでですね、しっかりと埋め込んで、うるうるさせてみてください。はい、こんな感じでうるうるネイル、ぜひお試しください。ありがとうございました。